はい、ジェネカージリビーナーです。今回の動画は私の友人岡野さんと水内さんが協力をされている ACT プロジェクトっていう埼玉でねありましたサッカースクールの模様をお伝えいたします。ほんまや動いとるわ。めっちゃ動いとる、めっちゃ動いとる。岡野です。どうも。ナナさんもこんにちは。どうも、はじめまして。ナナさん、カニ届きました。あ、本当ですか。松永に生きてるんですよね。生きてますか。なんかボイルって書いてあったのに、生きてて、今日娘家で届いたよって言うから、あれ、あれだよ、岡野さんから来たんだよって言って、開けろって言ったら、あーとか言い出して、どうしたお前って言ったら、動くとか言ってて、どうやって食べようみたいな。あれ、水につけて、はい、溺れさせるって言った。溺れさせる。普通の水ダメだから。それで溺れさせる。溺れさせる。海水じゃなくて普通の水に入れて。岡野さんにサッカーのあれでカニの話を聞いちゃうみたいな。サッカーいいもんだってカニですもん。あ、カニのカニのカニの岡野さんです。カニの赤だったんですね。あ、さすがです。ありがとうございます。いや、そんなこんなで、あ、そうだ、富山の。対戦の日も日程も決まったんで、はい、今度来ていただけますか。ぜひ。あ、じゃあご招待させていただきます。楽しみです。お寿司ツアーで来てください。はい、ありがとうございます。ぜひお願いします。ありがとうございます。パラの前も始めました、ね。なんかすごい人がいっぱいで、なんかすごい会ですね。そうですね。なんかもうどこでもこういるイベント見てると岡野さんの顔を見る。いや、すげえな。野人みたいでやめて。野人で、野人で。じゃあ今日また楽しませていただきます。またよろしくお願いします。はい、また今後ともよろしくお願いします。ありがとうござい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 ます。はい、というわけでですね、今週末のカターレ富山戦に岡野さんついに遊びに来てくれます。まあ僕の方でね、招待させていただいたんで、カターレ富山の K スタジオっていうね、トークショーに一緒に出てもらうことになってます。ぜひね、ケンソーの方に来ていただけると嬉しいです。僕もね、買わせていただきました、鳥取の特産品が届く野人プロジェクトの話とかね、面白い話いろいろ聞けると思うんでね、ほんとぜひ来てください。はい、ここから始まるみたいです。はい、いろんなプロ選手だったり子供たちいっぱい映ってます。今日頑張ってください。水内さんともね、いろいろ喋って、なんかこうね、富山にもこういうねイベントというか、まあ子供たちのためにね、何かできることがねやれればなということでお勉強にやってまいりました。今回の ACT プロジェクトの代表カッサンです。まだもともと J でやられてた。そうです。プロ選手。はい、高卒で8年間。素晴らしい。もうちょっとサッカーやってたんですけど、はい、サッカーを通して子どもたちにこういう活動っていうのは素晴らしいなと思って、ちょっと今回協賛をさせていただいて、そうです。どこかになんかうちの名前も入ってるっていう噂を名前で。はい、このねイベントの主催者加藤さんなんですけれども。もともとね、京都サンガなんかでプロでやられていたプロ選手で、子供たちを楽しませたいっていう思いと、あとはこの選手のセカンドキャリアのね、スクール事業ってことでこういうことでやられてます。ありがとうございます。やってまいりました、皆さん。いきなり動画で、また動画やっちゃいました。先日もありがとうございました。今日ちょっと勉強して帰ろうかなと思って、水さんのこのスクールを、また、遊んだだけですか？いや、これでもね、全国に広げられたらいいですね。お願いします。ぜひぜひ。富山から。あ、頑張ります。はい、お願いします。また水さんと頑張っていろいろやれたらなと思ってるんで、ぜひよろしくお願いいたします。一緒にやれるメンバーいっぱいいるんで。あ、了解です。なんかすごいメンバーがいっぱい。いや、なかなかドキドキしてます。じゃあ今日も頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。怪我しないように。はい、岡野さん、皆さんに囲まれながらサイン書いたり写真撮ったり、はい、これでいいですね。で、水内さんは今真ん中で解説やってますね。元 J リーグチームは主催者加藤さんのチームですね。これね、映像を見てもらうとすげえ有名なサッカー選手がいっぱいいまして、引退ほやほやの選手もいました。 YouTube でね活躍されてる。決めるところは決める、1年に1回しか決めることがないとかね、なんかいろいろ言われてますけど、水内さんがねゴールしてましたけどね、地元の中学生と元 J リーグ選抜、元浦和選抜でねゲームしてましたね。こうなっちゃダメだぞ。
地元の中学生にしたらね、夢のような会社でね、こうやって岡野さんもいますし、永井さんとかね、元 J リーグ選抜はね、牧誠一郎さんとかね、元日本代表の選手もたくさんいました。で、元浦和だったり、元 J のね、小野選手とスクールがあって、まあ一緒にボールを受ける機会があって、ここからですね、元浦和選抜 VS 元 J リーグ選抜とか、ミランク映ってますけどね、今ね、YouTube で有名だったりとか、やっぱいろんなセカンドキャリアを皆さん迎えてますけどね、ここでね、楽しそうにサッカーをやられてました。まあ見てるこちらもね、楽しかったんでね、ちょっと試合の模様もご覧ください。走るガイナーレ鳥取の GM 岡野さんでしたね。それから坪井さんですね。坪井さん結構ね、最近富山でイベントもされてるんでね、こう親近感のある、まあ、元日本代表ですけれども、出演メンバーで言うと、水内さん、永井雄一郎さん、岡野さん、坪井さん、それからキーパーの都築さんとか鈴木啓太さんもいましたね。あと当日ね、怪我で解説されてましたけど、那須さんもいらっしゃいましたよ。はい、ここはですね、坪井さんがイエローカードをもらってましたけどもね、シミュレーションで。元 J リーグ選抜の方は、牧誠一郎さんとか小林大吾さんで、引退ほやほやの藤本さんもいましたね。浦和の皆さんでお土産で、白エビビーバーとかって、僕の知り合いの社長がやったので、よかったら見てやってください。この長井さんからってね、はい。はい、よろしくお願いいたします。すげえな、車が。足大丈夫ですか？大丈夫じゃないです。大丈夫じゃない。はい、でもまあ熱いプレート。まあ、ゴールできたんでね。ですね。はい。はい、見ました。まあよく言えばアキレス腱切らなくてよかったなと。いやですね。ちょっと前向きに。よかったです。はい、あれですね、ここでトークの時も言われてましたけど、はい、足にアキレス腱さえ切らなければ、まあ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 、ツイッターもんでということで、はい、はい、ありがとうございます。いやでも本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。まだ一ついろいろ、はい、お願いします。教えてください。またよろしくお願いします。はい、ぜひまたよろしくお願いします。選手が揃い次第足痛いので最後まで頑張って、これも民主さんとやっぱいい人なんだね。きちっと持ってて待ってくださいね。回しました。おいっす、ここにJN カーズを入れていただきました。はい、ありがとうございます。岡野 JN 陸曹グループってことの看板にも名前入れていただいて、今いろいろ、今も子供たちにプレゼントコーナーが続いて。24番、24ありました。マキさんですね。皆さん、最後にスポンサーボードの前で皆さんが写真撮ってくれてます。はい、 OK です。どうぞ、あります。名前を入れていただいて、すごいメンバーの YouTube です。ありがとうございま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 す。どうぞ、あります。名前を入れていただいて、すごいメンバーの方々と、すごい方々と、行きまーす。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。那須大輔さん、派遣でございます。実は僕、那須さんにですね、人生で、那須さんには全然関係ないんですけど、お世話になったことがありまして。何ですか？那須さん、レッツ行ったじゃないですか。あの時ヴェルディに穴が開いて、はい、うちの教え子その後ヴェルディ行ったんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。それからずっと那須さんのことは追っかけてて、はい、今 YouTube も見ながら、今日ついに、はい、まだお近づきになれてないかもしれないですけど、ぜひお近づきになれたらと思って撮らせていただきます。すいません、はい、ちょっとツーショット撮ってもいいですか。もうサッカー系の YouTube といえばもう那須さん、いつも見てます。はい、ぜひ。那須さん、ちなみに那須さんの YouTube 撮りたいというと、はい、結構高いですか？いや、別に出演は問題ないんですよ。本当ですか？はい、タイムさんの際。本当ですか？ぜひまた、富山なんですけど、またなんか富山の方来られることがあったら、ぜひよろしくお願いします。さっきお声掛けしたんですげえいい人で、で、永井さんのデビュー見てないんですけど、雑誌で見てて、あの伊原をちょんちょんにしたみたいな、デビューでちょんちょんっていうのを見て、僕
あれマリノスに中澤と一緒に暮らしてみたんですよ。ああそうなんですか。その時に、はい、ユージに、いやもう井原の時代じゃないぞ長井雄一郎にちょんちょんにされとるぞと、お前頑張れよって言って以来ユージに会ってないんですけど。あそうなんですね。あんま会ってないんですけど、いやでも本当永井さんにはいつかお会いしたかった。まもなく開館時間となる。今後とも一つ、はい、もうよろしく。なんとなんと坪井さんです。はい、こんにちは。どうもです。この間の富山のイベント大盛況だった。あのパブリックビューイングと作家のイベントもあるんで、はい、またあのはいお邪魔するんで。あ、本当ですか。はい、またさん、またおかげで、はい、でも本当に坪井さんのプレー大好きで堅実で、もう、はい、お会いできて光栄で、はい、今日もスクール素敵でした。またお会いできると思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。小沢でーす。小沢さん、足の方は、もう足の方というか、はい、全部出ると思わなかったです。お疲れ様でした。ですよね。そうなんです。水内さんが怪我してね、はい、急遽ね出ることになって、その分も全部、はい、いやずっと撮ってました。怪我しなくてよかったです。いや良かったです、良かったです。あの今年はあのぜひガイラーレも J2 戻ってもらって、ありがとうございます。富山も一緒に戻れたら最高だと思うんで、はいはい、ぜひ鳥取も遊びに行って。鳥取、はい、あの富山線の鳥取行こうかなと思うんで、はいはい、じゃあ僕も合わせて行きます。本当ですか。わかりました。ぜひよろしくお願いします。今年もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あの一番もう会場を盛り上げられて。本当ですか。もうね喋るしかないんですよ。あ、いや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 、走りも熱かったです。いやいやいや、本当にね、ダメ、でも営業マンからね、僕ただの。いやいや、そんなことないです。あの、走る営業マンあの、日本一仕事も取ってくる GM と。いやいやいやでも本当に、はい、まあ、楽しいですね、みんなと会えてね、またこうやって。そうですね、すごいメンバーがいっぱいで、はい、ワークサッカーしたんで、もうなんかドキドキしちゃって、ていうか、もう岡野さんと喋ってるだけでドキドキしてる。本当にいつもこんなことです。本当に本当にこんなことです。またよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあまたお待ちしてます。はい、ご視聴ありがとうございました。 ACT プロジェクトアーティクルキャリー株式会社東光の略ですね、主催者の加藤さんの、まあ、会社でねやられている選手のセカンドキャリアを支えようっていう思いと、地元の子供たちにねサッカーで何かを伝えようということでやられているプロジェクトに、まあ、スポンサーとしてお邪魔しました。で、なんでね、スポンサーとしてお邪魔したかというと、この人、岡野さんと水さんにお会いしました。はじめまして。はい、どうも。動画だ。動画でーす。いきなり動画ですいません。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しい話聞いたんで、今度また、YouTube 出てください。ありがとうございます。はい、水内さんと岡野さんとね、仲良くなりましたんで、この二人の応援に行ってきたって感じです。で、応援といえばで、今週末のカターレ富山の試合に、ガイナーレ鳥取の GM 岡野さんをご招待しています。試合はね、もう敵味方なんでね、忖度なしですけれどもね。富山の方にも行かせていただきます。はい、YouTube も。あ、ぜひぜひ。あの、あれ、呼んでください。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。岡野さんでした。ありがとうございます。カターレ富山の集客のお手伝いをしたい。で、岡野さんがね、取り組まれているガイナーレ鳥取を応援する企画、野人プロジェクトを富山でも紹介したいっていう思いで、K スタジオに2人で出演をいたします。ぜひね、いろいろ楽しい話をお届けできると思うんで、カターレ富山の会場にぜひ来てください。時間は11時から10分ぐらいだと思います。ちょっと早いですけどね、早めに来てもらって、カターレ富山のねお祭り会場喧騒を楽しんでもらえればいいかなと思ってます。それでは会場で会える方はぜひ会場で、そうでない方は JN か JNTV 登録していただいて、またお会いできると嬉しいです。それではまた見てください。 JN か JNTV 長井でした。